トベメンバーのハワイ冒険、夏の思い出、意外な一面が炸裂。日本の注目アイドルグループ、トベのメンバーが、ハワイでの冒険を全4回にわたり独占放送することが、アビーマから発表されました。メンバーたちのプライベートな瞬間や新たな一面が垣間見える本番組は、12月24日からスタートし、視聴者に夏の思い出を届ける予定です。 飛べの夏休みからハワイ独占密着。新たな決意から、アビーマが送る新感覚バラエティ番組、飛べの夏休みからハワイ独占密着。新たな決意からは、飛べのメンバーがハワイで過ごした120時間にわたる密着映像を通じて、普段は見ることのできない一面を覗かせてくれるものです。 12人のメンバーが繰り広げる驚きと感動の冒険が12月24日からスタートします。ハワイでの一風変わった冒険。番組ではハワイでのメンバーたちの活動がリアルに追跡され、普段見られない素顔が明かされます。自撮りカメラを手にしたメンバーがここまで放送してしまっていいのか と思うような瞬間や番組映像としては初公開となる全メンバー食事会での様子が収められます。これによりメンバー同士の意外な関係性やプライベートな秘話が次々と明らかになります。アクティビティとプライベートの融合。さらにメンバーたちはペアに分かれて様々なアクティビティに挑戦します。 サーキンやバナナボードなど、ハワイならではのアクティビティに加えて、買い物、フラダンスの練習、ウクレレ演奏など、普段は見られないメンバーたちの趣味や才能が垣間見えます。これらの瞬間は、視聴者にとって飛べメンバーの新たな魅力を発見する良い機会となることでしょう。最後の夜、海辺のバーベキュー。番組のクライマックスは、最後の夜に行われる海辺のバーベキューです。 メンバーたちはそれぞれの今後について語り合い、これまでの冒険で得た経験や感動を共有します。この瞬間から、新しい時代のアーティストたちの素顔や視聴者に向けた思いが明らかになります。飛べメンバーの夏の冒険が結実し、新たな一歩を踏み出す様子をぜひ見逃さないでください。制作者のコメント、高橋宏樹プロデューサーは、 放送予定がなかったものなので完全に油断している映像満載でイケメンが油断していいね無理しているだけでこんなに映像が持つのかと思いましたとコメント。彼はおそらく日本一豪華な社員旅行、飛べの季節外れの夏休み。 今まで顔を合わせたことのなかったグループ同士の激クや後輩に息を使いまくって話を盛り上げようとする三宅さん平野、志陽さんもなんか会社員みたいで新鮮です。新たな道を歩み出したメンバーたちの初めの一歩をご覧ください、と視聴者に呼びかけています。放送スケジュール、飛べの夏休みからハワイ独占密着。 新たな決意からは、アビーマにて以下のスケジュールで放送されます。1、12月24日21時30分に、12月27日23時3、12月30日23時4、1月3日23時。飛べメンバーのハワイ冒険は、視聴者にとって夏の思い出や新たな一面を垣間見る素晴らしい機会となります。 ハワイならではのアクティビティやプライベートな瞬間、そして最後の夜の海辺のバーベキューには、メンバーたちの新たな一歩や将来への思いが凝縮されています。12月24日からのアビーマガープの独占放送をお見逃しなく、トベメンバーの魅力溢れる夏の冒険にご期待ください。